はい。皆さんこんにちは。ワンダルグルージです。では今回は、カンパニー・オブ・ヒーローズ、ノルマンディ侵攻の続きをプレイしていきたいと思います。今回はステージ4、カランタン反撃というステージになります。カランタンを確保した今、コックス中隊はドイツ軍による決死の反撃を迎え撃たなければならない。日没間際、SS 第17装甲擲弾兵師団の先遣部隊がカランタンを奪還すべく攻撃を仕掛けてくるはずだということで、今回は前回奪取したカランタンの町、ここをですね、ドイツ軍が奪還しにやってくるので、これを迎撃するというステージになっています。では早速中身見ていきましょう。ミッションをプレイする。1943. That was a nice year. Want some? Wait your turn. Hey, hey! Huh? I'm gonna assume that's grape juice, Sergeant. Absolutely, sir. Grape juice. Well, it was grape juice. About a year ago. The 17th SS Panzer Division is mobilizing to retake Carentan. We just have one job to do here. Hold the town. They need the bridges. We have to defend them. MG emplacements, mines, and wire obstacles at these points will hold off the crowds for a while. We have a couple of 57mm AT guns to cover the approaches into the town. We'll need to keep them safe. Engineers have established a field barracks at the town hall and the church. We can call in reinforcements from these locations at any time. Strategic points have been spotted across the river at these positions. Capture them. The Jerrys will want Carentan back, so let's dig in and make them pay for it. はい、ではステージですね。防衛線を構築してくださいということなので、まずはじゃあ橋のところに陣地を、防御陣地ですね。これを築いていきたいと思います。では、ちょっとその様子はね、割愛させていただいて、せこせこと防御陣地作っていきます。はい。あらかた配置しました。まず右側からこんな感じで防御陣地作りました。まだ間に合うかな。まだ間に合うんだったらもうちょっと防御陣地ね、強化したいところなので、有刺鉄線をちょっとここら辺に張り巡らせましょう。あと40秒で敵の反撃が始まっちゃうので、急ぎます。で、一番左がこんな感じですね。一番左がね、一番ちょっと防御が弱いので、ここはしっかりケアをしていきたいかなと思います。で、真ん中がこんな感じですね。対戦車砲なんかも配備してあります。一番右もね、対戦車砲を一応配備してあるので、この辺りがうまく使えればいいかなというふうに思ってます。ギリギリまで、一応ね、配置をしていきましょう。で、川の近くにある建物には、スナイパーを配備してあります。あとはもう敵が来るのをね、待つだけですね。Squad in position. What do you see? I got movement on the edge of town! AT crew standing by. Here they come.対戦車砲は2名しかないので、3つの橋を守るには1つちょっと対戦車砲が足りないよっていうのを頭に入れておきたいですよね。さてやってきました。町外れに出てきましたね。まずこちらは予定通り防衛陣地でしっかり敵を食い止めましょう。戦闘が始まりましたね。ちょっと見ておきましょう。まずはここですね。ただ全体にわたって敵との戦闘始まっていて、戦車が来てんな。早速一応ここにはスナイパーも配備してありますので、しっかりスナイパーで敵を食い止めましょう。ちょっとあんまり画面を動かすと見づらいと思いますので、ある程度固定しながら動かすときもゆっくりめにやるので、その点対応が遅くなってしまう点があるかもしれないですね。今のところ一応対戦車砲と、機関銃のね、コンビっていうものがしっかり機能してるかなというふうには思います。では迫撃後もそろそろ撃っていきましょう。一番左はまだ敵来ないですね。こういうところで戦力を遊ばせておくのがもったいないとか、そういうのはあるかもしれないですけど、一旦はこのまま、下手に動かさずに耐えましょう。スナイパーがもう1体欲しいかな。できればね。再び戦車が来てますが、この戦車を排除して、後ろに迫撃砲兵がいるのがちょっと気になりますね。うわっ、戦車に突破されてたな。無事破壊できましたけど、戦車がここに入ってきてたというのはちょっと危なかったですね。入り込まれていたよっていうのは。さあ、敵が砲兵で庁舎を攻撃するよっていう連絡が来てますけど、これはちょっと危険だな。さあ、敵の侵入を許してちょっと苦しい状態になってきてるので、なんとか隠れながら敵の侵入を防いでいきましょう。あと5分守りきらなきゃいけないですね。この5分が長そうだな。一気に敵の侵入を許してしまったので、ここからちょっと要注意ですね。残っている戦力は対戦車砲が1門、機関銃が5部隊ほど用意できてますね。あとスナイパーが生き残ってたものを全部境界に入れました。これでなんとか守り固めたいかなと思ってます。戦車部隊が到着。これで戦車を使った反撃ができそうですね。とりあえず境界の前に戦車を移動させましょう。敵の戦車部隊と渡り合うためにはどうしても必要ですからね、この戦車がね。戦車が大活躍してくれてますね。そしたらこちらももう総攻撃に入りましょう。反転して総攻撃。戦車軍団で敵を掃討してます。はい、これでこのカランパンの防衛完了ですね。では、またこの続きは次回プレイをしていきたいと思います。